おはようございます、トラステアです。ここはフィリピンのプエルトガレラサバンというエリアにやってきています。ただいま泊まっているお部屋からの眺めです。今日も残念ながらの雨、結構激しく降り続いていますよね。天気も良かったらホワイトビーチっていう海の綺麗なところビーチがあるんですよ。そこに行こうかなと思っていたんですけれども、残念ながらの雨ということで、ここでやらなければいけないことがあります。そう、それはお洗濯。このね、アタックどこでもお洗濯というやつを使ったら旅先で簡単にお洗濯できるんですよ。ということで今からやってみます。肌着のシャツやパンツ、靴下などを入れました。上のシャツとかズボンとかもやろうと思えばできるんですけれども、もうそれだけで1回消費してしまう形になるかと思いますので、僕はね、下着類だけを洗濯しています。でこの袋の中にお水を注いでいきます。だいたい5リットルぐらいのお水を入れました。そして洗剤を入れます。アタックゼロ。これはね、セットで買った時に最初に3回分ぐらい確かついてきました。この1回呼吸のやつが。全部使い切ったらね、普通の、アタックで販売されてるやつを使ったらいいかと思います。なんか旅行用の小分けの瓶かなんか、ね、容器ありますよね。それに詰め替えて持ってくればいいでしょう。じゃーっと。あとはちょっと気持ち揺すっておきます。あとはね、30分から1時間このまま置いておくだけでいいみたいですよ。40分ほど時間が経ちましたので、今からすすぎます。一回水を出しますよ。で、もう一回水を入れます。で、ちょっとカメラを持ってるからやりにくいんですけれども、両手でしっかりとすすぎます。で、あと最後、当たり前なんですけれども、脱水は自分で行います。雑巾を絞るようにしてやりますよ。ちょっとカメラを持っているから。本当はね、外干しがいいんでしょうけれども、ベランダとかついていたらね、外干しがいいんでしょうけれども、今日は残念ながらの天気ということで、部屋干しにしておきます。ということで時刻は11時9分となりました。ちょっと雨もね、小雨になりましたので、外にお出かけと出て行きましょう。ホテルの中にね、部屋の中に傘も置いてあったから、これ借りていきましょうか。大きめの傘。外へと出てきました。残念ながらの曇り空ということで、プエルトガレラの魅力は発揮できていないんですけれども、こういうね、雨の日は雨の日ならではということで、ゆっくりとね、過ごしていきましょう。今日の海の様子はこんな感じです。すごい、なんかむちゃ波荒れてますね。これ明日マニラに帰るんですけど、明日の船も運休にならないか心配ですよね。適当に歩いて端っこの方までやってきたんですけれども、ここで終点か。一応向こうの方まで行けるみたいですけど、なんかもう悪天候ですし、道悪そうだからやめとこうかな。ちょうどいい感じにね、この先っぽの不等的なところがありましたよ。これがサバンの海辺の様子です。こんな感じ。いやー、結構波荒れてますよね。でこのサバンなんですけれども、昔はね、この護岸工事されているところ、今はね、このコンクリート造りで綺麗に整備されているじゃないですか。昔はね、ここビーチだったんですよ、砂浜。結構数年前まではそのビーチがありまして、でちょっと前にね、こういった工事でコンクリート造りに変更されたそうなんですよ。前回の動画を上げた時に、このビーチだった時代にここにやってきたことがありますよっていうコメントもいくつかいただきました。その頃の方がきっと楽しかったでしょうね。今は今でね、歩きやすくてね、こういうね、高波の日とか海が荒れている時でも安心して道を通ることができるから、これはこれでね、地元の人にとってはいいのかもしれないんですけど、観光客の人にとってはちょっと情緒がなくて寂しい感じがしますよね。で前回やってきた時はね、結構綺麗な水だったんですけれども、さすがにこの悪天候、台風がやってきていたということで、水もかなり濁っています。そう、前回にもやってきたお店、ここね、外でだったらピザ食べられるんですよ。そこでピザ食べようかな。よし、ということでピザ屋さんのところにやってきました。僕がやってきた途端に雨が降ってきたんですけれども、今ちょうど止んできています。こんな感じですよね、今日の1日は。でビールがやってきました。これね、そう、飲み方があるんですよ。ここに紙がついていますよね。僕最初これただ栓をしていただけ、封をしているだけかと思っていたんですけれども、これ飲み方がありまして、この紙あるじゃないですか。これでね、この口の周りを拭いたらいいそうなんですよ。これが正しい飲み方。ちょっとね、汚れていたりするみたいなんですけども、今回のやつは普通に綺麗でした。とりあえず拭くのがね、一応正しいというか、地元の人はみんなそうやって飲むみたいですよ。ということでサンミゲルペールピルセンで朝から乾杯と。いや、悪天候の中でも朝から飲む、海を見ながら飲むビールは最高です。これがね、正しい雨の日の過ごし方っていうやつですよね。
やってきました。ほらほら見てください、めちゃくちゃ美味しそう。結構時間かかったんですよ。どれくらいかかったかな、なんか20分ぐらいかかったような気がするんですけれども、そしてビールは飲み切ったからもう1本注文したんですけれども、焼きたて、今多分ね本当に作りたてだと思いますよ。多分生地からこねて本当に目の前で一枚一枚丁寧に作り上げたピザ、そんな感じだと思います。いやむちゃくちゃ楽しみ、美味しそうです。これで食べたらいいのかな。じゃあとりあえずいただきます。めちゃくちゃ美味しい、すごいすごい。チーズがねむちゃくちゃたっぷり入っていて、あもう美味しい、こんな美味しいピザ初めて食べました。これね日本で食べたら絶対高いと思いますよ。これいくらだったかな、なんか550ペソとかそれぐらいだったと思います。だから日本円にして1200円とかそれぐらいになるのかな、1200円1300円。この焼きたて出来たて手打ちピザ、これがね美味しく食べられるなんてやっぱりフィリピンですよね。いやー三味切れともバッチリです、美味しい美味しい。朝から大満足、朝といってももう12時前なんですけどね。ちょっとこの辛そうなソースにつけてみよう。うん、美味しい美味しい、そこまで辛くないですね。まあまあ辛いけど、うん、美味しい美味しい。ピザの味もねもちろん美味しいんですけれども、何よりもねこの海を見ながら食べる、まあ、それが最高ですよね。いや美味しかった美味しかった、この海を眺めるピザむちゃくちゃ美味しいですよね。ビールも2杯も飲んできました。お会計は確か700ペソぐらいということで、日本円にしたら1500円ちょっとっていう感じになるのかな。いやむちゃくちゃ大満足です。もうね時刻は12時24分、結構いい感じの時間帯になってきました。ということでどこかでマッサージでも受けようかな。さっきまでは雨がちょっとちらついたりもしていたんですけれども、今のところ止んでいます。もしかしたらこのまま雨降らないのかな。でねここには日本の居酒屋さんもあるんですよ。ほらほら居酒屋さん、前にね以前に来た時にここで食べましたよ。あれ以前いた日本人の方ここにもまたいますね。前に見かけたんですけど、もしかしたらあの人がオーナーというかあれなのかな。で一応ねスキューバダイビングとかもできるみたいでして、で多分日本人の人が経営してるのかな、日本語対応可能みたいですよ。あっちの方にね確かマッサージ屋さんがあったんですよ。ということで今からちょっとマッサージを受けていきましょう。どれぐらい受けてこようかな、2時間ぐらい受けてきてもいいですよね、ゆっくりたっぷり。でただいまマッサージ受けてきました。2時間のボディマッサージでメニュー料金が1000ペソで、ちゃんとねチップも渡してきましたよ。チップ200ペソのチップをお渡ししまして、合計の料金が1200ペソ、日本円にしたらどれぐらいだ、2600円とか700円とかそれぐらいになるのかな。いやでもね2時間もマッサージ受けたら超満足ですよ、ということで、あ、どっちか、おはようございます。あ、おはようございます。いやちゃんとすごいすごい日本人ということを僕がしゃ、あ、日本語喋ってたからそりゃそうか、ということで結構ね皆さん陽気に話しかけてくれるから優しい楽しいですよ。ということで雨もちょっと止んできましたね。ちょっとこの傘も持っているから一旦ホテルに帰りましょうか。ということでお部屋へと戻ってきました。時刻は15時45分となりました。ちょっと雨もね今のところまだ降っていないので、少しビールでも飲みに海辺に行きましょう。海辺エリアのところへとやってきました。この辺りにねお店が並んでいますので、どっかでちょっとビールでも飲んで一休みしましょうか。というかもう今日朝からずっと一休みしかしてないんですけれども、前回に持ってきたここ行ったな、やった、ということでこのお店にやってきました。先月やってきた時と同じお店、そしてまたしても店員さんが覚えていてくれました。またあったねということで覚えてるよって言ってくれました。そしてまたしても全く同じお席です。そして同じブラウンビール、いやーなんかもうね定番化しちゃいましたよね。と雨が降ってきましたね、強く、再び雨が強く降ってきたからこの屋内のところに移動してきました。じゃあちょっとせっかくなので乾杯といきましょう。じゃあねこのサバンの海にもう一度ここで乾杯と。ああ美味しい美味しい。そういえばここにテーブルの上にちょっとしたミニ盆栽が置いてありますよね。コメントでこのミニ盆栽がいいなっていただきました。確かに僕あんまり前回気づかなかったけど雰囲気いいですよね。やってきました。今回はねフィッシュ&チップスじゃなくてアドボにしました。アドボフィリピン料理、僕ね結構これ好きなんですよ。なんていうのかな、フィリピン版の肉じゃがみたいな感じか。肉じゃがいも大根かな。ビールもう一本おかわりしました。もう一本乾杯と。あ、むちゃくちゃキンキンに効いていて美味しいです。雨はねなんかさっきからずっと降ったり止んだりっていうその繰り返しですね。今はちょっと小雨になっているのかな。
よし、ということでごちそうさまでした。今後ろのお店で食べて飲んできました。そしたらまた雨が降ってきましたよ。ということで今からホテルへと戻ります。本当に降ったりやんだりの一日ですね。でさっきのお店なんですけれども、お会計が600ペソでした。600ペソ、だから日本円にして1500円ぐらいか。安いですよね。あのお姉さんが、お店のお姉さんが言ってたんですけれども、あの今の時間帯ハッピーアワーみたいなんですよ。夕方の4時から夜の7時までがハッピーアワーということで、あのビールがお安くなるみたいです。ちょっと具体的な値段は聞くのを忘れたんですけれども。ということで前に行った時はね、確か3時過ぎだったんですよね。だからギリギリハッピーアワーの時間じゃなかったということで、あのまあその時は一般価格だったんですけども、であのお店の方も僕のことを覚えていてくれまして、また来るんだったらあの4時から7時に来たらハッピーアワーだよということで、今回もハッピーアワー感覚になりました。ということで雨が降ってきたからホテルへと戻ります。そして今からね、久しぶりに旅先ライブ配信を行いますよ。あのライブ配信のお供だけセブンイレブンで買ってきました。ということでかなり本降りになってきたからホテルへと戻ります。そしてライブ配信を行いましょう。お部屋でライブ配信を終えまして、なんやかんやしていたら時刻は19時15分となりました。そろそろ向かいましょう。夜のプエルトガレラの街へと戻ってきました。ちょっとちらっとお散歩してから、あのお店、お姉さんのいるお店へと向かいましょうか。ちなみにね、ここはセブンイレブンですよ。みんな大好き、この街唯一のセブンイレブン。そしてこの隣には ATM があります。ということでここがお姉さんゾーンですね。やっぱり結局ね、同じお店に行こうかな。なんだかんだでね、あの何回か同じお店に行っていたら、店員さんもね、もちろん僕のことを覚えてくれまして、何かとよく来てくれるから、まあ、同じお店に行きましょう。ここですね、ここ何回もやってきましたけれども、ボスクラブっていうお店、ここに向かいます。ということでまた今から一緒に晩ご飯を食べに行きます。まあやっぱりね、なんだかんだ言ってね、何回も出会ったこのお姉さんが一番仲良しで、あの優しくて親切で一番いいですよね。次にプエルトガレラにやってくるのがいつになるのかわからないですし、今のうちにね、またお会いしておきましょう。ということで今から一緒に晩ご飯を食べに行きます。またしてもお店にやってきたので、もう一杯サンミゲルで乾杯とお姉さんを見ながら、あこんな感じこんな感じじゃあ僕たがーいじゃあいただきます。エビのスープと、それからさっき食べたよくわからないやつと、でそれからシシグで、ご飯でライムを絞って、ラプラプ、美味しそう。ラクラク、ラクラクいただきます。癖がなくてプリプリしていて美味しいですよ。エビのスープ、うん、美味しい美味しい。お姉さんが魚を食べやすいようにプリプリしてくれています。むちゃくちゃ優しい。食べてきました、お城のお店。お会計はいくらだ、1700ペソぐらいということで、日本円にしたらどれぐらいだ、4000円ぐらいになるのかな。いや美味しかった美味しかった、いや大満足です。セブンイレブンにお買い物してからホテルへと帰りましょう。よいしょ、よし。ということでこのソフトドリンクだけ買ってホテルへと戻ります。昨日飲み残したビールがまだもう1本残ってますからね。チャンネル登録まだの方は今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今夜はとりあえずここでおやすみなさいと。